今回ご紹介するのは、フランスの期待の若手選手で、ヨーロッパでは珍しいペンドラの、フェリックス・ルブランについて、ご紹介します。現在14歳のフェリックスは、父と兄を卓球選手として持つ家庭に生まれ、3歳の頃から卓球を始めては、メキメキとその頭角を現し、2017年と2018年には、フランス国内の、ホークスのような大会で、チャンピオンに輝いています。また、ヨーロッパで行われる年代別の大会で、2006年生まれの部に出場したフェリックスは、見事優勝を収め、ヨーロッパチャンピオンに輝きます。彼がなぜヨーロッパで生まれながらにして、ペンホルダーを選んだかというきっかけについてですが、当時、世界ランク30位くらいの中国の選手が、周りと違うグリップでプレーをしているのを見て、自分もああなりたい、と思ったのがきっかけだったようです。それがサムネイルにもある通りで、彼に影響を与えた人物というのが、主審選手になるわけですね。主審が世界ランク30位くらいだったのが2009年の7月なので、一応、卓球を始めた3歳の頃とは一致します。スペインのカンテロみたいに、ヨーロッパで生粋のペンホルダーの選手が生まれるのはなんだか嬉しいですね。兄のアクレシスはフランスのユースチャンピオンで、フェリックスと同様に年代別のヨーロッパチャンピオンにも輝いています。また、昨年の世界ジュニア選手権にも代表として抜擢されており、シングルスではグループリーグで敗れたものの、ダブルスでは D リーグにも参戦しているスウェーデンのモーレーゴーとのペアを相手に勝利しています。そして驚くべきは、フェリックスの父と、叔父の存在です。フェリックスの父は、フランス選手権で、ダブルス王者にも輝いた、ステファン・ルブラン。そしてそのステファンの義兄弟にあたり、フェリックスの叔父にあたるのが、2005年フランスチャンピオンで、フランス代表のレジェンド、クリストフ・ルグー選手です。父親はダブルスのフランスチャンピオン、叔父はオリンピック代表で、シングルスのフランスチャンピオン。これはもう、弱いはずがありません。まだまだ体格が小さいので、さすがに主審のようなプレイは難しいですが、地面側の指が丸まってるのを見ると、現時点でのプレイスタイルは、どちらかというと、香港のウォン・チュンティンの方が、近い感じですね。ただ、これから成長期で体格が大きくなって、身長が伸びて今以上にフットワークが身につくと、フォアハンドの頻度や決定率も増えてくるものかなと思います。まだまだ、これからが楽しみな選手である以上、ペンホルダーの未来を絶やさず、頑張ってほしいものです。皆さんも、今後のフェリックス君の活躍に注目しましょう。数年後の世界ジュニアなどに出てくるかもしれません。次回は18日の投稿を予定しております。ちょっと一つの国について取り上げたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。